おはようございます。四大陸の反田武です。コンクールですね、なんかいろんな球場で練習をすることになりそうなので、その様子を撮っていきたいと思うんですね。実は以前までメインの練習場として利用していた野津春球場が、まあ、いろんな関係でですね、まあ、使えなくなったと。ですね、公式のバッティング練習をするのが難しくなったということですね。まあ、それによって、いろんな球場をですね、こう、点々としながら練習をせざるを得ないという状況に今なっていてですね。まあ、これも独立リーグあるあるということなんですけども、その様子についてですね、撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけましたら嬉しいです。今日は、直入り球場での練習です。ここね、ちょっとブルペンが、こう両脇にね、一つずつあるだけっていう。直入り、裏側の方のスペースです。りんちゃん、こういった場所で各自トレーニングする時間が長いと思います。お疲れ様でした。何してんすか。3回目は大丈夫ですか。3回目は大丈夫ですか。岡部選手でした。マジで来たね。大分ビリングス本拠地 N スポに隣接した野球場、この球場で我々大分ビリングスが練習することっていうのは ほとんどないんですけども、でですね、別の球場で練習して帰ってきて、こうやってですね、自主練ですね、選手各々が、まあ今日の練習とか、前回の試合で課題だと思ったところを、こうやって補修するというか、練習する球場として役立てています。というわけで、今日も僕は、選手権マネージャーの武部さんと一緒に練習させてもらっています。こんにちは、四大陸です。今日の練習グラウンドは野津春球場、本拠地エネスポからは最も近い球場なんですが、なんとですね、こちらのネット、まあ、この外野も含めてバッティング練習、フリーバッティングと言われるようなやつですね、がしてはいけないということになってしまいまして、普段は使えない球場なんですね。まあ、今日それ以外に球場が取れなかったということで、まあ、こちらですね、守備練習と野手はティーバッティング、ピッチャーのトレーニング、ブルペンを中心にやっていきたいと思います。ではまた。うわ、汚んな汚んな。今日も練習終わりです。キャッチングやな。汚んな。後藤選手、はい、何やってるんですか。新井さんがボールを落としました。新井のせいか。はい、動かんの。なんだよ、寝てんかまだ。というわけで今日は武田市民球場で練習です。野津春からはだいたい車で30分から40分ぐらい、バスで走ったところにある球場ですね。では中に入っていきたいと思います。ロッカールームの様子、大体こんな感じです。斉藤投手、お疲れ様です。お疲れ様です。場内の様子、だいたいこういった感じですね。はい、水まきをしてアップしたら練習開始です。おはようございます。日本大陸の反田です。今日ですね、室内練習場で練習という予定だったんですが、やっぱり朝ごはん食べて出てくるとですね、雨がしっかりと降っていました。新井キャプテン、おはようございます。おはようございます。めちゃくちゃ雨降ってきましたね。めちゃめちゃ雨ですね。まあ、今日つくみの室内なんですが、はい、あれですよね、別に雨予報を見越して撮っていたわけではなく、普通にグラウンド撮れなくて室内撮っておいたら、なんかちょうど雨降ってきたみたいな。いや、まあやっぱり雨を予報して1、2週間前から完璧にやっていたってことなんですかね。さすがっす。じゃあ今日もつくみで頑張っていきましょう。はい、お願いします。頑張りましょう。というわけで本日の練習場、こちらですね、つくみ市民球場の室内という場所に到着しました。これから中に入っていきたいと思います。こちらですね、つくみ
球場を室内に来た時いつも気になるんですけども、この駐車場に大きな水たまりが、これね今日雨なんですごく大きいんですけど、なんだったら晴れの日でもね全然乾かずにちょっと残ってるぐらいの水たまり常にあります。4大陸です。例によってですねピッチャーはこういった形で、はい、室内の外とかですねちょっと外れた場所にスペースを見つけてトレーニングやキャッチボールなどすることが多いです。マサ投手、今日のトレーニングいかがでしたか？暑いです。暑いですね。結構雨の後なんでなんかジメジメしてるっていうのがあって、まあ、気温以上にみんな汗をかきながらトレーニングをしていました。この後ですねあっち側に今ちょっと見えないんですけども球場の屋根がある場所ですね、あとにブルーシートなんかを敷きながら各自体幹トレとかですねドライブラン投げたりとかチューブトレーニングしたりとかそういうことやっていきたいと思います。ではまた。こちら球場の裏手にやってきました。そこにですね、スコアボード見えますね。この中が津久見市民球場なんですけども、そのちょうど裏手こうやって歩いていくとですねこの、まあ、ランニングコースになっているんですよね。こちらがに沿ってこうやって海沿いの街の景色というかですねこう街並みそしてまあ山並みというものが見えるという、まあ、すごく綺麗な球場ですね。綺麗な風景の中にある球場です。というわけで今日の練習終わったんですけども、まあ、ブルペンの様子ですね、だいたいこんな感じです。まあ、つくみのブルペン3レーンあってですね、しかも室内練習場なんですけども下が土なんですよね。なんで、野手用というか、まあ、ホームベースからですね1塁2塁3塁があるフィールドの方がこちらなんですけども、結構ですね近藤選手お疲れ様です。外面はさすがですね結構ノックもしっかりできたりとかバッティングもできたりとかっていうことで、まあ、広さも、まあ、外野まではもちろんないんですけどもしっかりと練習ができるいい室内施設かなというふうに思います。お疲れ様です。というわけでノーズハルに向かってバスで帰っていきたいと思います。まあ野球あるあるかもしれないんですけどもこうやってですね、まあ、練習が終わる頃にはしっかり晴れているということで、武蔵です。武蔵選手でした。野崎選手おはようございます。今日も雨ですが頑張っていきましょう。というわけで本日も雨なので今日ですね実は熊本で藤崎台での試合が予定されていたんですけども、まあ、中止ということで今日もですね体育館の方で練習していきたいと思います。その様子お伝えします。ではまた。今日の練習場所野津春西部中学校ですかの体育館です。中入っていきたいと思います。あざといと話題の調査投手です。たった今練習終わりましてこういった形で後片付けのモップ掛けまでしてこれから帰宅していきたいと思います。交際僕の名前教えてください。新井交際です。年はいくつですか？21です。嘘、22です。間違い年齢差しようや。こんな形で楽しく和気あいあいと練習している投手陣です。本日の練習施設臼杵市民球場へ向かう道のりです。球場からまたレポートします。はい、こちらもちろん臼杵市民球場に到着しました。本日ですねベルトを忘れた松田選手です。今のは嘘です、はい。じゃあ市民球場の中入っていきたいと思います。
入ると結構広いスペースがあってですね、こちら審判席とかそういうやつですかね。そして球場、綺麗な球場ですね。エブルペン、こういった感じですね。まあちょっと傾斜はなだらかではあるんですけども、黒土の綺麗なブルペンですね。今日僕もここで投げる予定です。はい、寒い、惜しいな。シュート、強いの。はい、シュート、高めでもいいの。はい、よっしゃ。あー、ナイスボール。チェンジ、チェ、真ん中で止まるぞ。ベンチ切れか。はい、ナイスボールです。まっすぐ押します。はい、まっすぐ、サーブ、いい、ナイスボール。ありがとうございました。おー、ジャストミート。はい、1、2、ピッチャーですね。例によってこうやって球場の裏手みたいな場所に回って各地トレーニングということが多いです。杉谷投手、お疲れ様です。いいトレーニングできましたか？はい、最高です。お弁当食べてまた午後も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。せっかくアイスの自販機があったということでみんなで買ってね、のとはる帰りましょう。練習お疲れ様でした。あー、はい、どうも、四大陸です。今日の練習場、こちらですね。青々とした山々に囲まれた佐伯市屋内運動広場。こちらですね、まあ、ちょっとここ名前書いてなかったので自信なくなってきたんですけども、まあ、ちょっとね、距離があるので見えないですけども、よくですね、大分ビーリングスが公式戦をホームとして行う佐伯運動、佐伯病院、ちょっとわかんないな。佐伯病院スタジアムの室内練習場になっているのかなっていうふうに思います。中ですね、すごく綺麗な人工芝の球場で、こんなすごく綺麗な、まあ、球場というか練習場ですね、こんな綺麗な場所があるのかとびっくりするようなものだったので、まあ、中に入っていってお見せしたいと思います。おはようございます。中、こういったクオリティですね。ちょっとびっくりするぐらいのクオリティではないでしょうか。野手がね、ちょっと先についてすでにミーティングが始まっているみたいなので、僕もね、動画撮ってないで早めに着替えて合流したいと思います。では今日もやっていきます。お疲れ様です。例によってピッチャーね、この室内練習場の外、まあ、タータンあったんで 50m 走何本か全員でやって、あとは各自という感じになっていきます。実はですね、こちらの、室内練習場に併設というよりは、まあ、球場に併設なのかな、ブルペンが4レーン5レーンぐらいかな、結構しっかりとしたブルペンがあるんですけども、ちょっとですね、ここから車に乗って、まあ、5分ぐらいかな、距離があるということで、まあ、今日ブルペン練習ピッチングする選手はこうやってね、ちょっと抜けてそちらに行くと、それ以外の選手は、まあ、もうちょっと継続して、ランニングやっていきたいと思います。両方ボールが両方だ。ピッチャーの秀島選手と外野手の奥野選手ですね、ハンドアイコンディレンションの練習かなと思うんですけど、ちょっと秀島選手苦手みたいですね。秀島サンプルみたい。いや、いいです、はい、サンプルいきますよ。はい、おお、続けて、よし、お、3回連続、左手がやばね。ラスト、おい、ゲイ、この辺をボーって、うん、ブズ入れんって、笑っとけよ、むずいわ。現在ですね、練習が終わってお片付けの真っ最中という感じです。これ重いですね。
いや俺だって全部一人でやったっけ、ま、マジ4枚ずついってる何十点ぐらいですか